ちゃ、こんにちは。さあ、プロ野球も1ヶ月経っていろんな選手、若い選手が出てきてるじゃない。はい。まあ例えばさ、まあ佐藤だとか牧とか DeNA、うん、とか村上、ヤクルト、岡本とかさ、巨人だから、あのお前なんかテストしてるわけじゃない。違う違う、はい、いやいや、パッとこう映像を、あ、まあ映像、ね、はい、やっぱパ・リーグ中心なんで、うん、はい、改めてパッとフラッシュを、うん、例えばさ、鈴木誠也とかだったら、はい、もうずっと見てるじゃん。そうですね。だからまあ欠点も好きなところも、はい、まあここだけ避けとけばいいなっていうのが分かるじゃん。はい。ピッチャー目線で言って、はい、じゃあまず佐藤、はい、阪神の、はい、まあ飛ばす力は半端ないよ。はい、はい、おお、汗かいてきた。おお、汗かいてきた。いいね、それだけ真剣だってことだね。セクシー、はい、セクシーじゃない。いつまでそのキャラやるの。江藤さん、もうこれキャラじゃなく字なんですよ。字がおかしいって。まあまあまあ、そういうことで、はい、佐藤をマウンドから見たときに、はい、どこを攻める。あの絶対的にウイニングショットから逆算なんですよね、抑えるときって。落ちる球は描きます。落ちる球、真ん中低めの、真ん中低めの、真ん中低めいく、真ん中低めです。それはボールだろ。あ、でもストライクでいい。そのウイニングショットから、いや、ボールです、絶対ボールです。ストライクゾーンで勝負だとバットに乗ったらもうあの怪力やったら持っていく可能性あるんで、はい、真ん中低めのフォークを投げれるためのコーディネートを考えますね。じゃあウイニングショットは、はい、フォーク、フォーク、もしくはもう自分の調子が良ければインサイドのやや高めのストレート。ああ、これ絶対キレがないとダメです。ああ、はい、でこの2つから逆算します。じゃあ最初入り球どっちからいくの。入り球、僕はカーブピッチャーだったんで、外外のバックドアのカーブでカウント取りたんですよ。まず左バッターの特徴で、僕も現役の時に相当左バッターと対戦しましたけど、外外のカーブ 95% 手出さないです。それ英語でなんて言うの。え、バックドア。バックドア、お前らの解説聞いてるとさ、バックドアださ、ね、もうワンツースリーとかさ、もうちょっともうええんちゃうか。543メリーゴーラウンド。いや、もうね、あのね、広がりを見せないことはやめた方がいいよ。広がってます。全然広がってない。広がってます。ガオラの野球中継、近藤裕二と岩本のコンビ、まあまあです。いやいや、まあまあかもわからんけど、全国ネットでやってるわけでしょ、あれ、はいはい、全然誰も真似しない。ワン、ツー、スリーとか。いいです、真似しちゃっていいです。もうね、あれはね、なんかね、ちょっと鳥肌立つ。正直言っていいですか、豊さん。ああ、ちょっとでも期待する自分がここにおられますよね、そろそろ。ちょっと慣れてきてる。まあね、はいはい、うん、まあバックドアから、はい、バックドアでワンストライクで、バッター心理、ワンストライクつくと、うん、絶対的に追い込まれたくないのにゾーン広がるじゃないですか、うん、そこで散らす球ですね。で、うまく真ん中低めから散らせた時に、うん、ファウルでもナッシング2が取れるという計算でいきます、はい、でそこから遊んで落ちる球ですね。もうこれ絶対的強打者、スラッガーへのもうこのセオリーをあの除外すると悪循環が生まれると思うんですよ。取る、散らす、追い込んだら見せてフォーク、うん、もう絶対これ残像勝負でいくとこれが必要だと思うんですよ。外にもつけたし、あの勝負まではそんなインサイドはいかないです。高めはいきます。高めのまっすぐってでこう顎上がるじゃないですか。だから心理の中に、あ、ちょっと打ち来たかなと思うはずなんですよ。その残像を利用したりとか、そのコーディネートを浮かべますね。佐藤は俺が見てる感じでは、はい、見て触れると思うボールは振ってくるバッターだよ、はいはいはい、残像というよりも触れると思ったら振るバッターだよ。一球一球、うん、パンパンとインデックス引ける、うん、あ、大したもんだよあいつは。あ、そういう面ではずっと追いかけてて、彼こうやって構えてパッとちょっと斜め下に頭動いていくじゃないですか、うんうん、そういうバッター見ると最後は落ちる球ってこうイメージするんですよね、うん、はい、あれがまっすぐ来られるとバーって来るときにまっすぐ来られてガッと止まられるとちょっといろんなこと考えすぎるんですよね、ピッチャーの方が。止まるぞあいつは。でもちょっと頭動くじゃないですか、うん、はい、だからその頭動いてるときにボールをどう見せるかっていうのを考えますね、ピッチャー。なるほどね。それは遅いボールは速いボール見せたいの、どっち。いや、遅いボールを見せたいです。見せたい。で、速いボールを一層速く感じさせないと、あのタイミング差し込まないと僕対応できないと思うんですよ、うん、緩い球、あの決め球で半速球など行ってこう行かれた時にはバット乗ったら
彼を掘り込むじゃないですか、はいはい、でもキャンプからそのホームランよく見てるんですよ。だ僕は変化球打つ方がうまいと思ってるぐらいなんで、はい、なるほどね、はい、やっぱでもアマチュアの時から変化球ばっかりで攻められてるわな、はい、あのぐらいのバッターだったら、そうですね、まっすぐ会いに行かないよな、はい、だからそういう意味ではインサイドか、はい、に残像を残して、残像はやっぱいると思います、インサイドに残像、はい、うん、外に1回目をつけて、ほんでインサイドがちょっと甘くても高めの速い球でちょっと顎を動かす作業は僕は必要だと思ってます、うん、じゃあ牧、牧、1打席目に全力で抑えます、うん、ルーキーで勢いがある選手じゃないですか。ああいう選手って1打席目コーンと出ると2打席目3打席目何やってもバットに乗ったらヒットになる、うん、そんなイメージがあるんですよ、うん、だから1打席目全球ウィーニングショットでも絶対抑えに行きます、うん、はい、よく見てんね。いやいや、あの統計です私も見てないね。いやいや、あの見てますよ。確かにね、マキはね、はい、打ったボールから逆算するんだよ。あの子頭いいから。じゃあ初めに打たせると厄介なんですか。いや、だから最初のボールは消せるんだよ、あいつは。へー、じゃあ残像の残らない打者。そうそうそう、あ、だか確かにやられたらその残像があって、はい、そのボールを追っかける傾向があるんだけど、はい、1打席目にポンと出ると例えばスライダー打つじゃない、スライダー消すんだよ。へえ、今度はインサイドとかさ、はい、だからそういう、こう駆け引きができるバッターだよ。それってずっと続くと思います、ルーキーの怖いもの知らずだからだと思います。あ、まあちょっとルーキーの怖いもの知らずっていうところもあるよね、はい、あるけどやっぱ野球の方が高い。で、ああいう打者って1打席目、2打席目、早い段階でヒット出ると一層ゆとりを持って、うん、後の打席、何でもするじゃないですか。いや、何でもする。ここ届くんかいとか、そう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 、はい、それを避けたい選手ですよね。まあ、1打席目勝負っていう、勝負はすごく考えます。あ、だからまあ持ってる持ち球の中で、はい、そのいいボールをどんどん投げていくっていう、はいはいはい、もうウイニングショットの連発でいくぐらいです。でもルーキーにやっぱそのぐらい気を使わなきゃいけないルーキーが出てきてるっていうことだよな。いい選手ですね、はい。でまた彼が塁に出たり結果出すと後続も続くじゃないですか。まあ確かに、はい、僕はそう思って見てます。じゃあ村上、村上、もう絶対的にホームランは避けたいですので、佐藤に話したのとよく似てますが、彼のホームラン見てると右も左もめちゃくちゃ掘り込むじゃないですか。ジャイアンツ戦でビエイラのここら辺の150何キロの球をインサイドよ、インサイドちょっと甘めを、はい、センターバックスクリーン左に放り込んでたの、はい、詰まりながらでも、ああいうの見るとバッテリーはセオリーに変えるしかないんですよね。インハイアウトロー、うん、はい、もうインハイアウトローでどうするのかしか浮かばないですね、うん、ほんで1打席目アウト取った時に打ち取ったその仕草も見ながら、何に四苦八苦してるのかを見ながら、その打席その打席で引き出しのチョイス入ると思うんですよ、うん。初めに用意しててもそれが崩れたらもうこっちへもうなすすべなくなるじゃないですか。イチローもそうだったんですよ。初めに洋さん用意していって、それをパカーンってヒットにされたらもう引き出しなくなってしまうんですよ。だからあんまりになくなるんか、いっぺんに。だからあの一番打ってないところを探すんですよ。だ真ん中でした、イチローは。真ん中投げないから、投げないから率が低いんですよ。でも真ん中へこう打ったら、まあ明けに捉えてポップフライとかは実際あったんですけど、あのホームランバッターはそれは違いますよね、うん、バットの芯はもうこれぐらいあるじゃないですか、はい、だからもうインハイアウトロー、もうこのコントロールミスをなくす、もうそれだと思います。カットボールあったらもうここにギャンギャン行きたいですよね、乗ってもファールみたいな、はい、まあファールでカウント稼ぐっていうのは大事なバッター、そうですね、大切だと思います。はい、あのうまくコーディネート通りアウトを取れるとは思わないです、うん、はい、ファールで仕草を見ないと、その打席の、はい、まあ意識づけやな、そうです、はい、残像とまた違いますね、意識付けっていうのは、うん、はい、意識付けを、まあ、カットボールでできて、はい、ファールにしてたらやっぱ気になるよね、バッターって意識が、はいはい、そしたら外も使えるようになるっていうこと、ね、そうですね、うん、はい、もうその体の軸をぶらしたいですね、最後バーッとこう流れて内野ゴロとか、うん、岡本、岡本は東京ドームの映像がすごい強いので、うん、彼にパチンとパンチされることをすごい嫌なんですよ、うん、高めは絶対ダメだと思います、うんうん、はい、高め追い込んだ後でも高めはあってこうなったらカチンって乗ったらもう宇宙間でも入るじゃないですか。お前この前青柳のこんな膝より下の低めのお前ホームランありましたね、2枚越し、高めも低めもあかんって言ったらもう真ん中しかない、そうですね、打たれるな打たれますね、イメージ全然出てないです。
じゃあもうグリップめがけていくしかないと思います。あ、はい、ストレートもカーブもそうです。もうここめがけていくと打ってもファール、うん、まずもっと追い込まなきゃいけないので、まあ、リスクもあるんですが、もうあこぐらいのバッターになったらこっちにカーブ投げるとかして、うん、ファールファール打たせたいと、おっとなどう、はい、それもキャラだ。いや違う、字です、目に入ったから。はい、まあそうですね、カチンと芯に乗せられないことですね。だから右バッターはさ、右ピッチャーだったらこっからあのスライダー入れるとかさ、はい、カーブ入れるとかだったら有効的かもな、はい、と思います。こっちは何て言うの、ハンガーカーブ、ハンガーカーブ、ハンガーカーブって言うの、ハンガーカーブ、肩からのカーブ、アウトドアとか言ってて、あ、こっちの、あ、バックドアじゃなくてフロントドアはあのなんかスライダーの時に使いますが、でもインドアって言ったやつがいるんだ。フロントドアでした。